皆さん、こんにちは。お台場の t V です。連覇のかかっておりました、全衛女子オープンですね、えー。渋野日向子選手、残念ながら予選落ちと、えー、いうことになってしまいました。前日、あのー、5オーバーの71位だったんですね。で、えーまあ、今日やったところ、また、1、えー、バーディー6ボギーと。 えー、さらに1位ダブルボギーの78位、えー。ということで巻き返すことがもうできずにですね、通、え、算、ー、はもう12オーバー,、えーえー。105位ということですね。これで予選落ちをしてしまったと、えー。ホールアウトした時点でまだわからなかったんですがね、えー、残念ながら、まあ、カットラインには3打及ばなかったということですね。 え、見ていて、あの、アイアンがもう全然振り切れてなかったですよね。えー、またあの、トリプルボギーもあって、まあ、いわゆるバンカーからなかなか出なかったりですね。あるいは、えー、過去、これ一度もない、いわゆる空振りですね。えー、こういったことまであったんですね。確かにあの、打ちにくい場所ではあったんですけれども、えー、予想外の結果と。 いうことで、えー、その球に当てることができずに、まあえー、空振りしてしまったということがあの一打あったんですね。渋野選手は、えー、この前に前週ね、あの行われましたのスコットランドオープン、えー、ここでもやはりあの予選を地位してしまったんですが、この時はですね、あのこの硬い地面、非常に硬い地面だったそうなんですよ。 これはね、今まで一度も経験したことがないような地面であったということですね。今週は台風ではなかったんですけども、台風に近いような強風が吹いていたんですね。そういったところから非常に難しい試合であったということは確かにあるんですねで。渋野選手は自分でもうポンコツだったということを言っております。 えー、この海外からはですね、あまあ、お俺のシンデレラが終わっちゃったよと、と、まあ、こんな声もあるんですね。で、シウノ選手は、今後ね、日本へね、帰国することなく、この後、あの、アメリカへ渡ってですね、えそこであの、二つの試合メジャーに出るわけですね。あの、ANA インスピレーションと、から、P、KPMG 全米女子プロ、えー、これを含めたあの、まあ、複数の大会に出場すると。 え、いうことですね。え、最後にですね、このインタビューの最後に、まあ、必ず巻き返してみせますと、え、いうことをあの、言っておりまして、この時のあの、笑顔はですね、まあ大変素敵な笑顔で、えー、ああ、とにかくあの笑顔にしてくれてよかったな、というところですね。もう、スマイリングシンデレラを見られないなんて、残念で仕方ない。俺の夏も終わった。 なんんててこっったた。い。い年間待とうぜ、みんな。ないろいろな声が上が上ましたなお、日本からは3人の選手が決勝ラウンドに残りました野村倍京選手が通算2オーバーで日本勢最上位の9位で通過しました畑岡奈紗選手は通算9オーバーの64位で決勝に進出しました。 あと上田桃子選手も決勝ラウンドへ進出しています。渋野選手はじめこれからの皆さんの健闘を祈りましょう皆さんはどのように思いましたかご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょうチャンネル登録し